荒中は、日本の弁護士。日本弁護士連合会会長、法務省検察官適格審査会委員。仙台弁護士会会長や、日本弁護士連合会副会長、日本弁護士連合会事務総長、最高検察庁参与等を歴任。福島県相馬市生まれ。1973年福島、県立相馬高等学校卒業。 1979年東北大学法学部、卒業。1982年弁護士登録、仙台弁護士会入会。1995年宮城県、消費生活審議会委員。1997年仙台弁護士会副会長。1999年仙台市社会福祉、協議会地域福祉権利用語事業、検討委員会委員長。 2000年東北弁護士会連合会代表幹事、仙台市社会福祉協議会権利、擁護相談センター連絡調整会議議長、2001年宮城県青少年問題協議会委員、2006年仙台弁護士会常議員会議長、2008年仙台弁護士会会長、日本弁護士連合会場無理事、2009年日本弁護士連合会副会長、 2010年日本司法支援センター推進本部事務局長2011年最高検察庁検察運営全般に関する参与会参与最高検察庁知的障害専門委員会監察指導部参与国立大学法人宮城教育大学幹事2012年日本弁護士連合会事務総長最高裁判所裁判官推薦委員会委員 2014年文部科学省高等教育局法科、大学院加算プログラム委員会委員、日本弁護士連合会事務総長不特別職託。2020年東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、大阪弁護士会,護士会以外からは34年ぶり二人目となる日本弁護士連合会会長に選出された。同年法務省検察官的確審査会委員。 ありがとうございます。